王株式会社は東京都中央区日本橋茅場町に本社を置く大手消費財科学メーカーである。コーポレートアイデンティティは綺麗を心に未来に。日本を代表する日用品メーカーである。洗剤、トイレタリーで国内では1位、化粧品は2位。世界では化粧品、トイレタリー企業のシェアランキング7位。特に洗濯用洗剤のシェアは圧倒的である。 用途によって細分化された製品を展開しており、ライオン、P&G、ユニリーバジャパン、資生堂、サンスターなど様々な企業と競合している。原料からの一貫生産と物流販売システムに強みがあり、国内外に多くの工場や営業拠点を持っている。化粧品はドラッグストアなどで陳列販売するバラエティ化粧品が中心のソフィーナ、 カウンセリング化粧品の S と通信販売のオリエナといったブランドがある。2006年1月に投資ファンド3社からなるトリニティインベストメントと共同でカネボ化粧品をカネボから買収。同社と合計して化粧品分野のシェアは国内4位から資生堂に次ぐ2位に上昇した。2000年代以降、体脂肪をエネルギーとして燃やしやすくする飲料、ヘルシアに代表される 機能系食品やペット用品なども販売しており、高い収益力を誇っている。かつては、フロッピーディスクや、光磁気ディスク、ダットテープ、ブランクエムディなどの電子媒体製造販売や、一般用医薬品事業にも進出したが、経営判断により1998年から2000年までに撤退した。また、 トイレタリー商品の通信販売事業、顔セレクトショップ、ハッピー工房をローカルテレビ局やインターネットなどで展開していたが2005年3月で終了となった。なお、通信販売事業はその後業態を変え、製造終了品、店頭に見当たらない製品、製品の付属品を扱う顔ダイレクト販売サービスやオリエナに継承されている。 2009年10月から CI を自然と調和する心豊かな毎日を目指してに改めるとともに月のマークの顔ブランドにおいては日本、アジアのコンシューマープロダクツ事業分野、ケミカル事業分野において日本語表記の顔から英語表記の顔に変更した。製品への反映は同年9月から始められており、従来の 顔ロゴと混在する状態がしばらく続いていたが2011年6月現在は一部の製品を除くほとんどの製品が振動越えの切り替えを終えている2010年からはパッケージ正面に用途名を表記するようになったこれまで顔では特定の用途に合わせてブランド名を策定した上でパッケージの裏面には品目名が表記されていることからユーザーには 用途が理解されていると考えられていた。しかし、柔軟剤入り洗剤といった多機能の製品が発売されるようになり、製品名では用途がわからないという指摘があったことから、すべての製品においてパッケージ正面に用途名を表記するようになった。すでに進路越えの切り替えを終えた製品を含め、順次用途名を表記したパッケージへと切り替えられている。 英語圏などで2009年9月以前に用いられていたロゴ1890年発売の顔石鹸は当時、顔洗いと呼んでいた化粧石鹸の高級な品質を訴求するため、発音が顔に通じる顔と命名したものである。その当時、鉱王、花王なども候補に上がっていた。この時、美と正常のシンボルとして使われたガツのマークは何度か形を変えている。 なお、グループで顔を表す場合、ガツのマークは使わず、顔のみで表記する。上限の月を採用した、ガツのマークは、同じ家庭用品メーカーである P&G のブランドマークとしても知られておりとして紹介されている。顔は北米及びヨーロッパ市場向けには、月のマークのない、顔のロゴのみの製品を販売している。顔単独の一社提供で協賛する場合、 社名変更と CI 導入後の1985年頃から2007年頃まで一社提供専用のクレジット、右下に提供という文字を入れたもの。ナレーションも統一されていたが放送されていたが、一部の一社提供番組では2000年代に入ってからそれを使わず、通常の各放送局の字幕出しと各放送局アナウンサーのコメントによる提供に切り替えられた。 新 CI となった2009年10月からは、エスタジオとドラマチックサンデーアスナロラボ、全力教室、ワンダフルライフで、それぞれ全面に白地、若草色で顔の共通提供表示を採用しているが、アナウンスは今まで同理各放送局のアナウンサーが録音したコメントを使用している。2012年4月から放送されている複数スポンサー提供番組において、 CM 提供時間が縮小傾向にあり、特に1分30秒以上の CM を提供する筆頭スポンサーの番組が大幅に縮小されていたが、2020年10月度の改編現在は、死も術の医者提供を含む4番組が90秒以上の提供となっている。ガッツマークの表示については、90秒以上の提供の 場合は正式な月マークと同じ大きめのもの、60秒以下のものは小さめのものを基本としていたが、60秒筆頭提供の番組でも初等スポンサーとして単独クレジットされる場合にはフレーズ読みはないが90秒以上提供時と同じものを使う番組もあった。2017年6月下旬頃から提供する時間にかかわらずすべて正式な月マークと 同じ大きめのものしか使われなくなった。またこれまで一部のバラエティやドラマ番組、提供番組に特定の出演者が出演したとき、及び30秒1回の、いわゆるご覧のスポンサーの扱いである番組の CM 提供である場合は、協賛表示を自粛するパーティシペーションとなるもの、あるいは社名は露出せず顔の製品ブランドを、 クレジットに使う場合があったが、2011年7月以後、段階的にではあるものの、これらの番組でも、花王の社名を共賛表示する番組が増えており、新規スポンサー番組に30秒1回のみの提供となるケースが増えたほか、上記の広告縮小のため、それまで60秒以上筆頭の扱いだった番組が30秒の一般スポンサーに降格したもの、さらには、子会社、 金棒け商品から提供スポンサード枠を継承したものもある。ただし、一部例外の事例もある。一社提供の番組複数社提供の番組以上、キュレル一社提供の番組複数社提供の番組日本テレビテレビ朝日、TBS の各系列では深夜と早朝を除き時間帯に関係なくスポット CM が放映されているが、特に、 フジテレビ系は大量に放映されている。テレビ東京系や、独立局ではあまり流れていない。ニベアカオーソフィーナは、該当項目参照現在など、過去などは、カオウ石鹸時代に出演。は、カオーコロゲートオーラルプロダクツ時代に出演。余談だが、同業他社の CM に現在出演している。もしくは出演経験があるタレント。 複数の製品 CM に起用されているタレント、一旦当社製品の CM の起用経験があり、別の製品で再起用されるタレントも多い。エコナに発言性物質があるとして、顔はエコナ全製品を販売自粛に追い込まれた。2011年9月16日、約1200人の市民が、顔がフジテレビジョンの変更報道を支える大口スポンサーであるとして、 花王本社の周りでデモを行った。2015年3月31日、株式会社オリエンタルランドが運営する東京ディズニーランドや東京ディズニーシーの参加企業となることが発表された。同年7月1日に東京ディズニーランドのスプラッシーマウンテン及び東京ディズニーシーのトイビルトロリーパークトイストーリーマニアの計算箇所の提供を開始すると同時に 新スポットとしてボタン操作や手をかざすとミッキーマウスの形をした泡が出てくるハンドウォッシングエリアの提供も開始された。ありがとうございます。